ニアへ蹴ってきました。ボールが抜けてくる。ヘッドの大野落とし、そして押し込んだ。先制湘南です。大野が押し込んだ形になったようですが、ですね、最後高萩のクリアが、まあ、大野が触ってからですね、はい、大野がこれヘディングしてコースが変わりましたよね。その後の高萩がクリアしようとしたボールがそのままゴールインしたんですかね。